you so much for coming back to my channel. So today's video, we're going to talk about finance for study abroad. And I think this topic is なんかみんなあんまり話さないトピックだと思うので、経験者の彼からすごくリアルな話を聞けたらいいなって思います。そうね。よろしく。 So let's get started. So the first question is how much have you spent in total? In total, だいたい200万ぐらいかな。Oh, and also, he went to Canada? Yes. For less than 4 months? So, September 1st to December 23rd? Mm-hmm. Yes. And it really depends on where you go, right? So, 私、英語を勉強する上でいろんな選択肢があるね。アメリカ、カナダ、それから他、ニュージー、オーストラリア、イギリスに行ってもいいし、他にもね、もう安く済ませたいんだったらフィリピン行ったっていいし、それから今マレーシアでも英語勉強できるからね、シンガポールに行ってっていいし、選択肢はあるけど、まあベーシックでみんなよく行きたがるのはアメリカだったりオーストラリアだったりカナダだったりするわけで、まあだいたい自分はまあ3ヶ月とちょっとぐらいいたんかな、4ヶ月しないぐらい行った中で飛行機代と学費、ホームステイ代と、あとはなんだっけ、ホームステイ代と生活費、そう全部ひっくるめて3ヶ月ちょいです、200万ぐらいだった気がするんだよね。で自分は大学に行ってたから、日本の大学にね、だからその日本の大学もその期間を払い続けるわけ、そうね。で単位は持ってこれたんだけど、休学にもならないの？そこって、あの学校に行ってることになってた。自分の大学はそういう特殊なシステムがあったから、そういう、だからそれであの学そのそっちの行っても単位はもらえてたけど、その代わり学費は20で払わなくちゃいけない、っていうのがあって、だからそこに学費入れちゃうと半セメスター分だから250万ぐらいか。そうだよね、だいたい50万だからね、大学で、そう、それがかかるのは承知してなくちゃだし、もちろん行き方次第だよ、大学に行ってない子が行けばその大学の50万はかからないし、ただそのぐらいはかかるって思ってた。 How much do you have to have before you go to study abroad? こう行く前に払わなきゃいけないお金、もちろん学費は最初に入れとかもしれない、ね、学校が決まってからもちろんそこに飛ぶわけだから、あと飛行機安く済ませようと思えば全然済ませられると思うんだけど、自分は正規料金で飛んじゃったから高かったっていうのはあった。自分で決められるの？飛行機は決められなかった。もう向こうが決めてたから、excuse me、そうだから結構高くついたところもあったと思う、それはそうだよね、みんなと同じ飛行機乗らないといけない、そうなんだよ、大学で行ったからね。ホームステイ先にも先にお金入れとくの？ホームステイ先はすごいうちは特殊で、学校に払ってから向こうので、その学校が支払ってたの、ホームステイ先。なるほどね。そう、ただもう一人一緒に住んでた子は毎月現金で支払ってた。だから最初にね、一番最初の3人揃った時のご飯、ホームステイのママと同居人と自分でに、毎月のお金の支払いなんだけどって言って、自分は何のことやら、そう、何日にいくら下ろしといてねって言われて、ってなっちゃったよ。でもその後ママと話して、そう、いや自分はこういこうでこうなんだよっていう話をしたら、ああわかりましたっつって後で振り込まれたみたいじゃん。ああなるほどね。そう、ただあ、そう、ホームステイのお金も言っといた方がいいかな、ご飯はついてたんだけど、朝ごはんはあるものを自分で食べてってタイプ。ランチは支給されるけど、まあ満足はできないね。まあ向こうってあんまりお昼そんなにさ、そうね、で自分はリンゴ1個とかね、そう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 、まあ本当にリンゴ1個しか入ってなかったそうなんだ、チョコレートプリングだけだったりとか、リンゴ1個とかは結構ザラ、バナナだけ入ってるとか、だからもしちゃんと食べたい子は普通に、でそのお金もかかるわけ、ね、自分は毎日ピザ食べてたからランチにピザ？ホールでピザ食べてた。しかもあっちのサイズでしょ？あ、
うん、あのね、イタリアンピザだったから、ちゃんと窯で焼いてるやつ。なるほどね。そう、いいの食ったな。学校のまとなりがピザ屋さんだから、すっごい美味しいの、そこのピザ。それは高いでしょ、だってイタリアンピザじゃん。あのプロシュートのダブルチーズっていつもずっと言ってたんですよ。食べたくなっちゃった。でもそれでもやっぱ10ドルしないぐらいかかるから、あ、10ドルするわ、10ドル、12ドルとかだったから、うん、カナダドルが70円ぐらいだから、うんうん、そう、だからまあ1000円ぐらいかなが毎日ランチでかかるわけ、うん、で、夕ご飯が出ました、うんうん、その夕ご飯が美味しかったっていうのは前の動画で話したことあると思うんだけど、うんうん、それは美味しくて、で、土日はご飯出ません。 What?土日はご飯出ません。Even though you're paying? あ、食べたいって言えば作ってくれるけど、uh-huh. 基本は作る予定はないの。Uh-huh. でもそれも depends on the house なの、ホームステイ先なの。だからうちはそういうシステムだった。なるほどね、で、月10万円。うん、月10万円、うん。月10万円。だからそういうのも踏まえて、結構ね、アパート借りちゃうとかっていう思った。の方が。うん、まあもともと高いんだけど、うん、3人ぐらいで割っちゃうとっていううちもあるから、うんうん、そうね。ああ、なるほどね。だからホームステイだけ考えない方がいいかもしれない、うん、向こうで差が、向こうとか結構ねサイトとかがあるから、専用の、うんうん、そこであの誰かとその、例えばその子も英語を勉強にしに来てんだけど、うん、もちろん日本人じゃない子とかですね、うん、韓国の子とかさ、うん、あのヨーロッパの子とか、うん、と一緒にあのそこでタッグを組んで一個のアパート借りるっていう手もありだと思う、うんうん、エアビーとかあり？あ、自分の友達は、うん、とホームステイ先が嫌でエアビー1ヶ月借りてた、うん、あ、うん、そこ抜け出してなんかそれもいいよね、だって安く済みそうだし、だしご飯も自分で自炊してたから、うんうん、その子はもともと料理上手だったから頭いい。そう、あ、でもしかもすごい楽しいんだよね、そのやっぱりそういう、絶対楽しいよね、そう、うん、とかあとはアラビックの子とね、うんうん、あのその何マンション借りてるのもいたし、うん、それもすっごい楽しかった、もうね結構遊びに行ってた。Tell me about your daily routine and where did you spend your money?デイリールーティーン、まあ朝起きるじゃんで学校のクラスがうちなんか変で、午前の部と午後の部であって、うん、あのクラス分けで決まんの、うん、で午前の部は当たり、正直自分の中では、うん、午後の部のクラスに配属されたやつは外れ、もちろん朝ゆっくり起きられるよ、うん、でも午後し勉強しなくちゃないよ、うん、午前の部は朝8時か9時に行かなくちゃないんだけど、うん、午後ずっと暇なの、遊び放題、うんうん、投資で遊べるの、そっちの方がいいね。そうだから午後天気がいい日はさ、山登り行ったりとか、うんうん、川行って海行ったりとか川行ったりとかしてたし、うん、そうで、まあ朝起きてでお風呂に入って、うん、でそこであのルームメイトとのあの冷戦が始まり、さっき取られたと思って、そうで、まあお風呂の戦争終わったら、あのコーヒー屋さんがちょうどバス停の目の前にあったから、毎日そこでコーヒー買ってた、うんうん、でそこのシナモンロールが超おいしいんだけど、写真送ってきてくれたよね、送った、超おいしい、あれはね、あれはダメね、うん、そうでコーヒーはね安いから、うんうん、日本みたいなあれじゃないから、うん、でコーヒーを買ってそこでまあ3ドルぐらい使うのかな、うんうんうん、で、まあ、バスに乗って、バスは、うん、と基本的にカナダのバンクーバーの場合はコンパスカードっていうのがあって、うんうん、それを1枚買うと乗り放題なの、基本的、うん、あのダウンタウンぐらいまでだったらどこでも行ける、ほうほうほう、自分ちからで月ね、いくらだっけな、1万も絶対しない、ほうほうほう、安いの、うんうん、その定期あればどこでも遊びに行けちゃう、へえ、あ、いいね、そう、普通に買っても安いですっていうのは伝えたいんだけど、そう、交通の便に関してはニュージーランドに行ってた子はあのすげえバカだけかな、毎日しかも定期ないから毎回切符買って払ってたとかもいたから、そう、 でそういうのもストレスになるんだったら、うん、調べてった方がいい、うん、そうね、そう、確かにね、交通の便も意外とね、あの、うん、その1時間半もかけてさ行きたくないでしょ、うん、行きたくないね、そ、 らそういうとこも考えて、で、まあ、学校に着いてランチで10ドルぶっ飛ぶわけじゃん、うん、ね、うん、で夜は友達できちゃうと遊んじゃうから、うん、そう、みんなね意外とそう英語勉強するためにも遊んだ方がいいから、うん、でじゃあみんなでご飯食べ行こうかなんて、うん、じゃあ韓国料理行こうなんて、韓国料理でご飯食べてお酒飲むとやっぱ40ドル50ドルボーンなんだよね、うん、そうで、じゃあそのまま帰ってって言って、で
そこで飛んで、でタクシーなんか乗っちゃったりするとき。ああ、それはタクシー日本より高い？安い。あ、安いんだ。キャブは安い、向こうは。なんかタクシー乗って帰ることもある。でもここそこでね、20ドル、30ドルまで飛ぶわけ。そうね、そりゃそうよね。そう。あとはチップもね、あるとこないとこあるけど、そう、あの、まあ大抵の自分たちが行くような国はみんなあるから、うんうん、チップの文化ってないじゃん、日本に。ないね。どれぐらい渡すの？チップは基本的に自分カードの支払いが多かったから、うんうん、あのマシーンって言って、よく日本のレジについてるクレジットカードの機械はコードでつながれてるし、うんうん、じゃなくて単独型のやつをテーブルまで持ってきてくれるの。そこで店員さんに支払いお願いしますって言うと、うん、金額打ってくれて、うん、入って渡されて、自分でカード挿したりタップしたり、うん、スキャンしたりして、うんうん、そうするとあの画面の方に、うん、あのチップどうしますかって出てくるの。でだいたい向こうがね、あのパーセンテージとか提示してくれるの。ああ、なるほどね。20%、25%、30%、うんうん、でだいたい自分 20% だった、うんうん、それホームステイのママに言われたの。私がいつも 20% ぐらいだからって、うんうん、ですごいイケメンの店員いたら 30% そうね、そうね、そこはね、まあね。でもそのパーセンテージは基本的あの20ぐらいでいいんじゃないかな、うんうんうん、それを勉強になるのもそうしようで、払わないっていう選択肢はないと思った、うん、そう。あとは、ね、コーヒー屋さんとかであのとやった時にティップ出てくるんだけど、うん、そういう時は払わなくて大丈夫。ああ、なるほど。レストランとかは払った方がいい、うんうん、そう。なんかテイクアウトしたりとかっていうお店とか、うん、普通の何こうファストフードとか、うん、ああいうのはもう払う、ああ、やり捨てた方がいい。ちゃんと座ってご飯いただいてサーブしてもらってるようなところで、ああ、なるほどね、そう、うんうん、ティップ切ってあげてっていう。人が動いてる場合ね。そう。ああ、なるほど。Did you apply for any loans? Like student loans? そう、多分、親関係の方で一個組んでもらってるんですよ。ああ、うん。そこは、ね、日本、なんか、なんとか協力金庫っていうこと、うんうんうん。ちょっとそこはね、あんまり詳しく教えてくれなかったんだけど、うんうん、でもそこで、ある程度、親の力を使わせてもらったんじゃないけど、うんうんうん、フルで、そう、出してもらう。うんうん、そうね。だから結局ローン組むのも後で返さなくちゃだから、うん、そこも考えて ある程度はお金を用意していった方がいいと思う、うんうん、そのバイトできる時間、うん、今すぐ焦っていく必要はないから、うん、そうある程度目標金額達成してから行くようにした方がいいかなって思います。 Which is now is the best time to save your money and make money。それ以外のこと全部自分でやってるもんね。その以外のお金周り、学校のローンとかさ。Thank you guys so much for watching this video. I hope this information is gonna help you. And hope to see you guys in my next one. Bye! Bye!